おい、そこのあんた、何しに来た？この辺で筋も立花不動産の人間がここに出入りしている。あんた、また登場会の若い人？いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに。よく言うな。だ、あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されて。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したけ、ふざけんな！お前ら。少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか？違う！あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。なんだ？そうでしょう。どうも。なかなか信じてもらえねえが、今は仇だ。堂島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。ザガ、あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？あんた、名前は？キリュウだ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話して。わかりました。じゃあそのように。え、それじゃあ。社長は何つってた？うちのことを深く知りたいなら、昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、わかった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か？ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地は
カムロ町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだし、うちの社長が言うにはここらはカムロ町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナック生瀬の店長見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人を追い出してんだからな。因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね、偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな、大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ。うちの社長に会いに行くのか。ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。違いですよ。ねえちょっと、女の子どうですか。ほら、飲んでいきましょう。どうですか。ちょっと、飲んでよろしく。うわ。
何？Yeah!
おい。
勘弁してくれ。悪かった。女の子どうですか？